エリツァ・バシレバは、ブルガリアのバレーボール選手。ドゥプニツァ出身。ポジションは、ウィングスパイカー。ブルガリア代表。1試合で57得点を記録し、世界記録保持者であった。2009年、ブルガリア代表に初選出される。同年の欧州選手権で代表デビューした。2012年のヨーロッパリーグでは、銀メダルを獲得した。 同大会でベストスコアラー賞とベストスパイカー賞の2冠に輝いた。2013年初出場した FIVB ワールドグランプリではドブリアナ・ラバジェワとのレフト対角で大車輪の活躍を見せ日本やブラジル撃破の原動力となり9位と検討した。同年の欧州選手権に出場した。2012から13シーズンに所属していた。 ブラジルスーパーリーグのコンピノスボーリーブルクルビでの活躍が光り世界各国からオファーがあったその中には日本のチームも興味を示していたというまた2013から14シーズンは韓国リーグの広告生命ピンクスパイダーズに加入した同シーズンの対韓国道路公社線で1試合で57得点を記録した全シーズンに アメリカのニコル・フォーセットが記録した55得点を更新し世界記録保持者となったが2015年12月に更新された2014年イタリアで開催された世界選手権ではチームトップの得点を挙げる活躍で11位となった2014から15シーズンにはトルコリーグの競合ワクフバンクでプレーしたありがとうございます